ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？いい感じだな。お。準備はできてるぜ。全力で行こうぜ。行きますよ、皆さん。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。
どこから攻める？これからだ。おめえに決めたぜ。くらえや！よりゃ！よっしゃ！流れを変える。行くぜ。シェア。ファイター撃破。こいつで。おめえに決めたぜ。みんな、頼む。流れを変える。こいつは。とっておきの準備ができたぜ。相手さん、いい面構えだぞ。ナイスな一撃だ。それ、おめえに決めたぜ。流れを変える。信じてるぜ。さあここからどうする？こいつは効くぞ。勝利！シェイ！ファイター撃破！おめえに決めたぜ。行くぜ！よっとっと！うっす！練習通り！ふぅ！勝ててよかったな！準備はできてるぞ。どう？
よ。ありがとうございます。おう。そう。疲れてないか、ピート。うん、大丈夫。みんな楽しそうだね。おめえは楽しくないのか。うん、楽しいよ。いい曲ばっかりだったし。でも、やっぱり、はあ、それじゃあ、最後の曲になります。今日は僕のコンサートに来てくれて本当にありがとう。最後の曲はずっと僕を応援してくれていて今一番勇気を必要としている人へ送る。ワイルドロックだ。え、何、どういうこと。ライブ乗っ取り、そんなことある。てか誰、ハシ君は。ゴーレムさん。手術にビビって泣きべそかいている情けないガキがこの町にいると聞いてよ。俺様の歌でケツをぶったたいてやろうと思って駆けつけてやったんだ。うわあ、ゴーレムか、ウルフさん。そいつがねえと始まんねえだろ、ゴーレムガウルフ。お前ら野生の宴が始まるぞ。 What's up for you?コンサート、いや、野生の宴だったな。僕、もう死んでもいい。それはマジで勘弁してくれ。あの、とても感動しました。僕、ずっとファンで、今日は
本当にありがとうございました。おう、治療は頑張れそうか。はい、手術頑張ります。本当はまだちょっと怖いけど、ゴーレムさんの歌を思い出して絶対に直してきます。またライブにも来たいし。はっ、当たり前だ。こんなところでくたばってたらただじゃおかねえぞ。もっと俺様の曲を聴いてもらわねえとな。はい、よかったな春日さん。俺様は自分が恥ずかしい。そりゃこの格好のことじゃねえ。かつての音楽にも感動してくれる人がいたのに、それに気づかず勝手に黒歴史と言って封印してしまったことだ。多くの人に届けられる音楽はもちろん素晴らしい。だが本当の価値というのは人の数ではない。一人でも感動させられるのなら、勇気を与えられるなら、それだけで音楽は素晴らしいものだ。ようやくそれに気づくことができた。礼を言うぜ。マッシュトロピコとしても、ゴーレムガンウルフとしても、みんなに音楽を届けられる俺様は本当に幸せだ。今はどちらも大切な自分だと胸を張れるぞ。これはその礼だ。受け取ってくれ。あんたがそう考えられるようになったなら何よりだ。遠回りだったかもしれねえが、無駄なことなんてなかったな。どっちの姿もかっこいいよ。頑張れ、ゴーレム・ガンウルフ。まだまだぶちかますぜ。大地の叫びを聞け、ポテト天国。イエーイ。これは売れないかもな。いつでもやれるぞ。
操作さ。Thank you。いらっしゃい。あんたの出会いの記録だよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。プロフィールを編集できるよ。これでどうだ？マッチしたぜ！よし、目指すはデートだ。なんて改造か。これだ。そうだな。よし。よろしく。よっしゃ、いい反応だ。なんて改装か。これにしよう。そうだな。やったぜ。なんか微妙。どうしよっかな。なんて改装か。これにしよう。そうだな。いいぞ。気が合うね。喜んでもらえたみたいだ。まずいだろうこれ。どうしよっかな。
そうだな、これだ。なんて返そうか。よっしゃ、いい反応だ。ねえ、そうだな、これにしよう。なんて返そうか。喜んでもらえたみたいだ。特別ね。なんとまあ。ここはスタンプだ。ねえ、どういうこと？ミスってね。ありがとう。よし、全力でアピールだ。なんて返そうか。よし、やったぜ。いいぞ。よし、やったぜ。やったぜ。ダメだったか。いつでもやれるぜ。いらっしゃい。あんたの出会いの記録だよ。プロフィールを編集できるよ。どうだ、マッチしたぜ。振り向かせてみせるぜ。喜んでもらえたみたいだ。そうだな、これだ。なんて返そうか。よし、よろしく。よっしゃ、いい反応だ。
これにしよう。なんて改装か。やったぜ。素敵。よっしゃ、いい反応だ。どうしよっかな。なんて改装か。これにしよう。そうだな。気が合うね。喜んでもらえたみたいだ。どうしよっかな。なんて改装か。これだ。そうだな。いいぞ。よっしゃ、いい反応だ。ねえ、そうだな。これにしよう。なんて改装か。よし。喜んでもらえたみたいだ。どう？ここはスタンプだ。ねえ、どういうこと？ミスったな。よし、全力でアピールだ。なんて改装か。やったぜ。いいぞ。やったぜ。よし、いいぞ。やったぜ。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。アロハッピー。お前もアプリやってたのかよ。ひひいいコンディション。
What you looking at?おめえら、準備はいいか？頑張っていこう！スジモンバトル、開戦だ！さあ、楽しんでいこうぜ！信じてるぜ。流れを変える。これでどうだ。よっしゃ。行くぜ。ライスライスだ。よっしゃ。波に乗ってるようじゃ二流だ。作るんだよ波をな。うっ、今日はついてるぜ。おっしゃ、大当たりだ。Is there a problem? You not stop! I'm gonna take care of it. Come, come, you get this! Yeah, I didn't know that. Are you scared, imbecile? Hoshi no kyaro ga.時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい？うるせえ。本当にお前なら第五地区に入れるんだろうな。
疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはない。ですね。さ、頼んだぜローマ。ち。くそ。本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第五地区に入りてんだ。パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第五地区に入ったみたいだよ。なら無駄足だな。バラクーダに渡ったものを取り返そうなんざ命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でね。とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii. Come on. Not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate. さあ、ハワイツアースペシャルコースの始まりだ。切符になりゃしねえだろうな。死にたくなければ俺の周りを離れないことだ。この辺りは土地の権利関係が複雑でな、そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのは万国共通さ。ここもあっという間にホームレスキャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろう。帰る気なんてねえさ。第五地区の中には何だって揃ってんだ。店に病院に食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第五地区内の店を利用するにも金はかかるんだ。ホームレスはどこからその金を得てるんだ。まあいろいろあんのさ。でパスポート盗んだやつの手がかりはあんのかい。なあ、日本人の若い女性だ。千歳って名前でちょっと気の強そうな。くっ、よくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here?Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently, a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5. Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent.As you can guess,
A fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. よりによった西ブロックとはな。何なんだ、西ブロックって。第五地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ、気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに？大丈夫なのか？案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強い奴に取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのが信じらんねえぜ。西ブロックってやつ案内してくれ。おい、なんだ？いいコンディションだ。何でもできそう。なあ、いや、ああ、ありがとうございます。違う。なあ、さあ、よう、What？ あ、
キリュウさん。わかりました。準備はできてるぜ。ありがとうよ。なんだお前ら、日本人か。あんたがホセさんか。千歳って子を探してんだが、知らねえか。俺の女に何の用だ。俺の女と来たか。二人の関係に立ち入る気はねえけどよ、彼女に聞きたいことがあんだ。会わせてくれねえか。ダメだ。俺の女を誰に会わせるかは俺が決める。まあそう言わず会わせちゃくれねえか。彼女にパスポートを取られたんだ。返してほしくてよ。なるほどな。おめえらあの女を取り返しに外から来たんだな。道理で見ねえ面だと思ったぜ。そうはいくかよ。あんな冗談手放してたまるかってんだ。取り返すってのはちょいと語弊があるんだけどな。今言った通り、俺はあの子に会って話を聞きてえだけなんだ。話はしまいだ。 Hey boys、 Get up these clowns。 おい、こっちには警察がいるんだぞ。おいローマン、こいつら止めろよ。ホームレスと外国観光客の喧嘩に公僕が動いてくれるとでも思ったか。俺が守るのは健全なアメリカ国民だ。俺は劣気としたアメリカ国民だっての。都合のいいこと言いやがって。お前らが勝手に招いたトラブルなのは事実だ。ま、頑張ってくれ。生き延びたらツアー再開だ。キリさん、体調どうすか。やっぱり言うべきじゃなかったかな。毎度こうやって気遣われることになりそうだ。そりゃそうでしょう。俺のことは心配無用だ。早いとこ片付けつですね。大丈夫だ。俺はいける。俺はいける。Tears and a Pert!後悔するなよ。俺の番か。ぶちかま。どうした。俺の番だな。Let's go! 行くぜ!
来いよ。シェこれが俺の真骨頂や。なあ、ホセさんよ。あんたが千歳ちゃんにマジで惚れたんなら、プロポーズの言葉はよくよく選べよ。俺の女なんて間違っても金輪際言わねえ方がいい。俺みてえにしくじっちまうぞ。はい。それで千歳って子はどこだ。それが あの女逃げやがったんだ。逃げた。最初の晩だ、俺に酒を勧めてきてよ。俺もついつい上機嫌になって飲みすぎちまったんだ。どこかで聞いたことのある話だな。俺は薬盛られたんですよ。つかお前、最初の晩ってことは。そうだよ、あの女とはやってねえ。その前に消えちまったからな。それで俺の女なんて吹いて回ってたのか。情けねえな。それであの女はどこに行けばバラクーダの幹部に会えるのかって聞いてきたから、俺は裏への入り方を教えたんだ。お前、裏への入り方を来たばかりの女に教えたってのか。酔っ払ってたもんでつい。バカが。待てよ、裏って何なんだ。残念ながらツアーはここまでだ。追ってる女のことは諦めろ。ラッキーと言いたいとこだがよ、今さら引けるかよ。それになんだよ裏って。でけえ声出すな。なあ、もうここまでにしとけや。これ以上ここに足突っ込むと本当に死ぬぞ。そうはいくかよ。取られたもんはきっちり返してもらうし、聞かなきゃいけねえこともあるんだな。時間が惜しい。千歳が裏ってやつにいるんなら、さっさと案内してもらおうか。あいにくお前に選択肢はない。わかった。だが約束しろ、ここから先は今みたいな騒ぎを決して起こすな。俺の言う通りに動いて余計な口は一切叩くな。それは裏とやらの中身次第だ。さあ案内しろ。ついてこい。なあロマン、あんたらの言う裏ってのはヤバさで言うとどんくらいなんだい。そんなのは俺の機嫌の悪そうな顔。なんだよ、今さら連れねえこと言うな。ここでツアーを中止にしてくれりゃいくらでも愛想よくするぜ。そうしてやりてえが。そうかよ、ならもう黙ってな。We're going down. Party of four.The boss give you the okay? Don't give me that shit. You want me to take you out of here in cuffs? これが裏、異世界の入り口ってわけだ。下水道か。これのどこが異世界なんだ。
黙ってついてこい。Roman, what the hell do you want? Nothing. Just a bit of sightseeing. And who are they? Sightseers. What else? Okay, hold on. You even run this by the boss? Do me a solid, won't ya? I promise, we'll behave. Behavior only gets you so far. アナコンダショッピングセンター、これが第五地区の裏ってことなのか。もともとここは真珠湾攻撃直後に作られた防空壕だったんだ。だが一度も使うことなく存在を忘れ去られた。それを偶然見つけたバラクーダが占拠してこの施設を作ったんだ。なんでアナコンダセンターそっくりの建物なんかを作ったんだ。それにこの客は何なんだ。なんでこんなとこで買い物を。あれを見ろ。ファッションショー。ハイブランドフル装備って感じだな。そうなのか。知らねえのか。あのコートなんかは数百万はするぜ。あれは何をしている。セリだ。モデルの身につけてる服が商品で、周りにいる奴らがバイヤーだ。へえ。でもなんでそんなことわざわざこんなとこで。あ、もしかして盗品をさばいてるのか。そんなせこい話じゃない。取り扱われてるブランド品は全部この地下空間で製造された偽物なんだよ。なんだって。それもただの偽物じゃない。生地や素材は本物と全く同じものを使用し、型紙つまりパターンに至っては本物の製造工場から流出したものをそのまま使ってる。マジかよ。本物と全く変わらないものを作って売りさばく世界最大のフェイクマーケット、それがここの正体だ。世界最大のフェイクマーケットか。あのバイヤーたちもそれを知ってるのか。もちろん。しかも連中は真っ当な表社会の会社員だ。お前たちもよく知ってるはずの百貨店のバイヤーさ。日本やアメリカ、世界各国から買い付けに来てる。ってことは、ここで買った偽物が百貨店に並ぶのか。ああ、バイヤーは本物と偽って百貨店に卸すのさ。本物との差額は全部バイヤーの懐に入るってわけだ。その額は一度の買い付けで数千万円にもなる。どんな一流バイヤーだってそれだけの誘惑には勝てねえだろう。片や客はそんな真相はつゆ知らず、何の疑問も抱かず偽物に大金を払う。いいんだよ、買った品物が本当に本物かどうかなんて。大抵の客にとって大事なのは、有名な百貨店で高額ブランド商品を買ったっつ行為に酔ってるだけだ。しかしこのバイヤー連中は
一体どこから入ってきたんだ。あんな身なりであの下水道を歩いてきたってのか。客には客の入り口があるんだよ。詳しくは言えねえかな。ディスプレイにあるのも全部偽物なのか。ああ、この奥に24時間稼働の工場があったな。そこで作ってるんだ。なるほど。上のホームレスをそこで働かせてるってわけか。ご名答。賃金はわずかだが、第五地区内で生きていく分には不便ねえさ。たまげたのは確かだがよ、肝心の千歳ちゃんはどこにいるんだい。ここには見当たらねえぞ。奥を探してみるか。ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったのか。おかしいな。Roman! Hey, who you got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise. Stain it how, exactly? Luna! You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, Pendejo? You're no ordinary tourists. Now start talking. Or would you rather spill your guts for real? 俺たち千歳って子を探してるんだ。心当たりねえか。Kill him. I'm gonna put you in the plane. やんのかこの野郎。俺の番だな。行くしかねえが。いや、このまま進もうぜ。は？千歳ちゃんがいるとすりゃこの奥で。そうだけどよ、マジで突破すんのか。この奥がどうなってんのかもわかんねえんだぞ。今引き返したら二度と第五地区には入れねえ。同感だ。くそ、わかったよ、やってやら。行くぞ。I'm gonna さっさと始めようぜ。よし。
ここまで来たら後には引けねえ。ええ、開けてみるか。開いたぜ。
勘弁してやるよ。どこまで続いてんだいここ。わかんねえ。キリュウさん、大丈夫ですか？やべえ、また来るぞ。あそこに隠れよう。Where'd they go? They're gone! They've gotta be in here! Find them! Hey! What are you doing? Let's move! Right. どうする？当てもねえまま進むのも、もう限界じゃないか？そうだな。随分とお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？千歳ちゃん？千歳って、じゃあこの女か。お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達、千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだこの野郎。あんた、どうしてここに？地上部分ならともかく、なんでこの地下に？そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うと、バラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる？何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことか？何それ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダが茜さんを？春日、覚えてるか？病も確か。ええ、茜さんを探してた。どういうこった？ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか？分かった。おい、
ちょっと。そうだ。そうね。じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、あ、そっか、もう12日前か。茜さんが突然いなくなったの。12日前、事前に何か聞かされなかったのか。ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて中には誰もいなかった。茜さんが急用で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか？いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか？なのにあんたはあの家で何してたんだ？茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々だから、それをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてピーチに転がしたのか？そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろう。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ？それは。なんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたことと、この子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ？んだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか？分かった。本当に誰にも漏らさないでよね。ああ、口の硬さだけはおやっさんに褒められてたんだ。ん？まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや、知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。
今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。なあ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんなら、たかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。あんたが春日をはめた経緯までは分かった。なら次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そうで、会ってみたらなんか気に入られちゃって。なんざらでもねえ面しやがって。それで？それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ、あかねさん？これにはあかねさんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういやヤマイもアカネさんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞってアカネさんを狙ってんだ？わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダがアカネさんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたら茜さんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身っ
ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上なおさらだ。キリュウさん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。あ、話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。茜さんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ、私だって茜さんを心配してる。茜さんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ、とはいえ死んだら元も子もないから、ヤバくなったら退却するわよ。いい？オーケーだ。よろしく頼むぜ、ちーちゃん。何それ？千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃ、ついてきて。春日、そんな面すんなって。言ったろ、俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああ、ありがとうよ。いい調子だ。ちーちゃん、げアゴステニア。私の出番ね。どうした？あ、正直にタイムビビってんのか？You can't handle this。
え？よう。気ぃつけろよ、カスガ。そんな調子じゃ身が持たねえぞ。下手に立ち止まると危険だ。タイミングを計って一気に抜けろ。戦闘準備完了。よし。攻
ねえからな。よし、これどうぞ。完璧に行くぜ。俺の番だな。相手してあげる。もらった。さあ、行きますか。私の出番ね。俺の番。ぶちかます。俺の番だな。セキュリティエリアは抜けたみたいね。ちょうど一息つけそうな場所だな。ここは例のショッピングセンター？バラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに？今なら連中もいなさそうだ。一気に突っ切ろう。To our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. And it's not just hot, it's to die for. So, 最悪なファッションショーだぜ。偽物にしやがって。さっさと片付けるぞ。俺の番だ。俺の番だな。もらった。放電準備。よし。A special treat just for you! Our prized Autumn Winter line! It's my turn! Do your work! 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 Come on! よし、はい、
now the grand finale. Put your hands together for our top model extraordinaire! Showtime's over, boys and girls. Say your prayers. 私の出番ね。覚悟。乗って。どこに続いてんだこれ。着いてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ。クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地下がこんなところにつながってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ、地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。It's you! Hey, it's them! The guys who are stirring up shit underground! マジ?もう見つかった? Hey, yo, hey, yo, man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ!正面突破だ! I'll beat you, step! 戦闘準備完了! よし!俺の番だな。行くぜ。放電準備。どうした。マジ。マジ。ブイ、ベ
私の出番ね。ぶちかます。ごめん。次だな。体が借り、うん、Oh, hold up! What's that look off your mind? かかってきれ。よし。いつでもいいぜ。さっさと来い。俺の番か。いつでもどうぞ。ジャンプに行くぜ。腰抜け野郎が。よし。もらった。いや。調子だぜ。吸収が早いのよね。この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オーケー、頼りにしてるぜ、じいちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ。なんとかするって。はあ、いいんだよ。ちいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。どうした、ちいちゃん？ごめん、道間違えた。え？ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち。早く。おう。いつでもやれるぞ。お、おい、今度は行き止まりじゃねえか。まさか迷ったのか？そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。You seriously? I'll beat you statues. さあ行きますか。私の出番ね。やんのかい。Let's go。 相手してやる。来いよ。やって。よし、もらった。ほら、ほら、いつでもどうぞ。ぶちかます。俺の番か。
よし。わかりました。さあ、行きますか。くそ、立ってるだけで体力が削られちまう。こりゃ、早くも片付けて部屋を出るしかねえな。きっちりな。くそ、そこら中ガスでいっぱいね。走れカズが、もたもたしてると、あっという間に。あの雪だ。戦闘準備完了。苦しい。気が乗らない。なんとかやっか。いくぜ。ここから先にガスは漏れてねえようだな。死ぬかと。さて、開けてみるか。やったぜ。この扉の先がスイートルーム。いよいよ連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておく。気分が乗ってきたぜ。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰し、カリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、そして著名な建築家を使って
いくつものホテルを打ち立てた。今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され、国が栄えたんだ。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言っても、お前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね一番。私ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか、私のために一仕事するか。仕事？さっき言ったでしょ。ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ本当だった。だがどこで気が変わったのか、そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果、まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか、あのエレベーターの時か。あ、道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか、千歳。なぜ私を裏切った。春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだからな。こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは。親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。あんたなんでそれを。知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。日本の名家なんて当然の知識だ。それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かっていた。だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。春日たちを死に追いやるよう命じたのも自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが、それはまあいいだろう。心配するな、お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件覚えてるか。
被害者はナウテの不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね。大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな、ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた、アカネって女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもうアカネさんを見つけてるんじゃねえのか。お前らに残された道は一つだけだ。速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed! やっ！えい！たっぷりと礼をしてやるぞ。
さっさと来い。よし、上昇上昇。コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。さんはここにいるのか。確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか。乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんでその言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は型がついたってことでいいか、カスガ。ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだイエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃに仕上がったのか。許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケに仕上がる。おいてめえ、千歳の素性をつかんでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。誓う。情報は全て捨てるし後悔もしない。
違う。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。よくわかんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺。男前じゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか。それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどな。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうなじいちゃん。どういたしまして。イツさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ一番おめえはお人よしすぎんだよ。ったく経過はどうあれ彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。はぁ、分かったよ。俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。
うるせえ。こいつはどうもうさんくせ。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫、私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃ改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。春日さん、ありがとうよ。そうだ。ん？へえ。いいコンディションだ。Don't think you can get away from... さあ、行きますか。全力で行くよ。よし。ぶつかまっ。よし。いつでもいいぜ。行くぜ。ココナッツオイル使ったことある？そこのお店のオイル塗るとお肌がチク。せっかくだし使ってみなよ。俺みてえなおっさんのお肌がプル。いやいや、身だしなみは大事大事。そういうもんか。じゃあそうそう、レッツプルプル仲良し。
何でもできそうな気分だ。強くなれるとはな、悪くない気分だぜ。準備はいいか？絶対勝とうね。行くぜおめえら、突撃！みんな勝ちに行くか！みんな、たぶん流れを変える！くたばれ。行くぜ。おめえに決めたぜ。くらえよりゃ。それいくぜ。トライ！行くぜ！これからだ！流れを変える！行くぜ！オーケー！練習通り。開けてみるか。開いたぜ。歩いた。休憩休憩っと。一番と一緒に動くようになってから歩きっぱなしだ。マイタクシーもなくなっちまう。そりゃ自業自得ってもんだろ。そりゃ確かにな。
でもまあお前と橋散々見慣れた街だったが、一番たちといるととにかく退屈しない毎日だよ。そうか。でもそれを言うの、右も左も分からねえ街でトミーやちーちゃん出会い方こそろくなもんじゃなかったかもしれねえが、今面白えもんだよな。面白えのはお前だからだと思うぜ。普通俺が言うのもあれだけどよ、すげえやつだよ一番は。そっか。今度は何をして驚かせてくれるんだ。そうだな、一緒に店でも経営してみっか。ああ確かに言ってたな、一人でまったりやるよりだろ。安心しね、これでも俺はカフェ関係ねえじゃねえか。たく一番と話してるとなんか時間が過ぎるのが早い気がする。別に気使ってくれたっていいんだぜ。使わねえのかよ。たく、お見ろよ、綺麗な夕焼けだ。いつも見てるはず。おお確かに綺麗だね。せっかくだし写真でも撮らねえか。夕焼けが綺麗綺麗。しまらねえ名前の記念だな。まの、なかなかいい写真じゃねえか。じゃ今度は朝日が眩しい記念で撮るか。お前何個記念があるんだよ。全力で行くよ。ビビってんのか。ガンガン行くぜ。行くぜ。叩き潰す。やばい。
吸収が早いのよね。よし、やんのかこの野郎。全力で行くよ。やんのかい。はい、はい、どうしよう。さっさと来い。
来ねえのか。行くぜ。調子出てきたぞ。全力で行くよ。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとよ。ガンガン行くぜ。腰抜き野郎が。ガツンと行くぜ。受けてみな。俺の番だな。さてさ、やるのか。もらった。手加減はなしだ。終わらせる。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。分かった。おめえら準備はいいか。俺たちが負けるはずねえ。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。おめえに決めたぜ。よっしゃ。行くぞ。流れを変える。こいつとっておきの準備ができたぜ。くたばれ出世。よっしゃ。シェーファイター撃破。しゃ、行くぞ。うわ、おめえに決めたぜ。信じてるぜ。流れを変える。行くぜ。よっとっと、練習通り。それっしょ。おめえに決めたぜ。ここだ。頼むぜ。しゃ、必殺が決まったぜ。くたばれ。しゅはっ、死ね。くらえ。もう行くぞ。行くぜ。よりゃどうだ。決着だ。
ける気しないよ。海外でラジオが流れるバスに乗ってる違う土地の新聞とか読んだ。確かにローカルなもんに触れ、宮城屋見るのとはまたちょっ、そうそう、わかチンピラに絡まれる時も、ごめん、それちょっとわかっ、よっしゃYeah.
よそ見するなよ。やべ、バッテリーがピンチだ。スマホの充電やばい。どこか充電のいらない電話とか。とっておきの電話があるぜ。それ本気で言ってる？本気ではないです。すいません。嘘まあ案外面白いかもな。おバイブレーション付きじゃん。やる気だな。仲良し。だしヘッドホン。何言ってるのかよくわからん。まあ最近はスマホでも十分な。もうちょっといい音で聞きたい。沼だね。沼なのか。そこが見えない。一番も来てみる。ごくりよっしゃよ。
るよ。また成長しちゃった。サボテンなイメージあったけど、この辺にはないの？もう少し離れたところに大きいのが。そういえばサボテンって IQ、 IQ って頭の良さ。まあ実際には測れないし、会話できるとか言われたりして。へー、面白いもんだ。そうだね、仲良し。大道芸、いつ見てもすごいな。ねえ、この間はナイフを5本使って、一歩間違えたら死にそう。ちいちゃんはなんかこういう芸とかでき、さすがにこんなすごいのはない。私けん玉なら得意だよ。ずっとつ、マジか、すげえな。日本一周とか調子がいいとヨーロッ、よくわかんねえけど。ああ、そう言われると確かに。月面に宇宙まで行くのか。よっしゃー。Thank you.
So your back's all good? Hello! How's it going? ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの ようこそ。どの試験を受けますか？こちらの
よっしゃー！いい調子だ。おう、いいよ、全力で行こうぜ。決まっていけよ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。ファイト。流れを変える。これでどうだ？行くぜ！楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。行くぜ。これからだ。これでどうだ。おお、よっしゃ。必殺技のチャンス到来。くらえ。流れを変える。ファイト。どこから攻める。ここだ。ありゃあ、必殺が決まったぜ。こいつで。ファイト。よっしゃ。とっておきの準備ができたぜ。よし。行くぜ。オーケー。こいつで。どれ。アルハ。
are you staring at? Aloha! Thank you very much. What are you saying? いらっしゃい。ご要望は？始めるよ。ネイト。これでいい？いい感じ。始めるよ。こんなところかな。これでいい。はい、出来上がり。また来てよ。ちーちゃんはコーヒー好きなのか。うん、でも飲むの見るの、あれをぼーって見るの好きなの。コーヒーを入れるのを見るか。俺も今度コーヒー頼んだろう。漁師してマスターに変な仲良し。
全力で行こうぜ。負けることは許しません。行くぜおめえら、突撃。さあ楽しんで行こうぜ。どこかおめえに決めたぜ。くらえや。ナイスな一撃だ。それあれを変える。こいつは来るぞ。てせよ。ファイター撃破。行くぜ。さあここからどうする。おめえに決めたぜ。ナイスナイス必殺技のチャンス到来。流れを変える。くたばれ。どうだ決着だ。近づきの印です。いかがですか。どういうことだ。悩まねえ。よし、よろしく頼む。
何でもできそう。Is that right?